はい、皆さんこんにちは。今日は2024年山口e スポーツフェスタ in 周南にやってきてます。あ、ここなんじゃ。会場はこんな感じです。あれもだいぶカット変えたい。こちら受付になります。 GT7 の方こちらに並びましょうか。もうすでにかなりの人が待ってますね。さあ今日の意気込みはどうでしょうか。自信ないっす。皆様おはようございます。フロンティアプレゼンツ2024山口 e スポーツフェス in 周南にご参加くださいまして誠にありがとうございます。ただいまより開会式を行います。まずは山口 e スポーツ連合代表理事、日本 e スポーツ連合山口支部ジェス山口支部長金光和明より開会のご挨拶です。皆さんおはようございます。ついにこの時期がやってまいりました。1年半前にこの制作のパートナーであります AIC という会社の担当の方から、金光さん集団でぜひ、大きな e スポーツの大会をやりましょうというふうに一昨年の、初夏ですかね、電話がありまして、じゃあぜひやりましょうということ でその1年半の間に e スポーツは大変発展を遂げてまいりました。我々山口 e スポーツ連合は日本 e スポーツ連合の山口支部でもありますけれども、日本 e スポーツ連合はこの度、JOC の準加盟という形で、会員となりまして、来年には IOC 主催の、e スポーツオリンピックというのが開催されることが決定しております。で、来年ですかね、今度は名古屋で、アジア大会を行います。名古屋でのアジア大会を前にですね、今回はこのグランツーリスモ7で優勝した、そして準優勝したファイナリストから2人はそのトヨタで行われる、トヨタスタジアムで行われる大会の方に山口県代表として派遣してまいります。我々が JOC に加盟したというのは、とりも直さず選手を発掘し、そして育成し強化するというこういう責務を負ったというふうに考えております。当然ながら、IOC が主催するオリンピックゲームズでもこの山口県から選手をぜひ派遣したいという夢を持っております。今回はその確かに先ほど言いましたがキックオフとして、皆さんのテクニックをしっかりと見せていただければなというふうに思っております。最後になりますけれども、今回冠スポンサーとしてお付きいただきました、インバーセットフロンティアの皆様、そして、最強銀行フロンティアプレゼンツ2024山口 e スポーツフェス in 周南開会です。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続きまして藤井律子周南市長より本大会開催に寄せるメッセージが届いております。ここでご紹介をさせていただきます。歓迎申し上げます。 e スポーツは子どもから大人まで幅広い世代の方が挑戦でき、デジタル技術の発展とともに今後さらなる普及が予想されております。また国際オリンピック委員会が第1回オリンピック e スポーツ大会を2025年に開催することを発表されるなど、世界的にも人気や注目が高まっているスポーツの大会が本市で開催されますことを大変嬉しく思っておりますと思います。また会場周辺では子ども向けのワークショップやゲーム教室、
キッチンカーの出店や本市の観光 PR ブースなど多くの方に楽しんでいただける催し物が盛りだくさんと伺っております。皆さんおはようございます。フロンティアプレゼンツ2024山口 e スポーツフェス in 周南のアンバサダーの村谷春奈です。昨年の8月に山口 e スポーツフェスのアンバサダーに就任いたしまして、徳山夏祭りのプロモーションキャンペーンや新内容のサンフェスタ新内容の山口 e スポーツフェス特設ブースでのお手伝いなど、数々のイベントや SNS でのお知らせ活動を行ってまいりました。本日待ちに待った大会を迎えることになり、私自身とても嬉しく思っております。皆さん一人一人が今回の大会を楽しんでいただいて、最高のパフォーマンスを発揮してください。私も試合を楽しみにしております。選手の皆さん頑張ってください。以上です。ありがとうございました。石川です。よろしくお願いします。大阪から来ました。本日は解説を務めさせていただきます。よろしくお願いします。していただきますのは、会場 A グランツーリスモ7に出場する周南市立菊川小学校5年の徳本達也選手と富田圭吾選手です。それではお二人よろしくお願いいたします。先生、私たちはこの e スポーツの舞台でルールを尊重し、勝利を目指しながらも仲間を信じ、感謝の気持ちを忘れずに正々堂々と最後までフェアプレーの精神を胸に、真の競技者としてこの大会に臨むことにを誓います。令和6年10月12日選手代表富田圭吾、徳本達也。ありがとうございました。皆さんの盛大な拍手をお願いいたします。ここ会場 A、 本日の競技はこちらです。ダンロップコーナーを抜けたら手札のワンツー、はい、でここ割と高速でいけるんですよね、思ったよりね。そうですね、今回はグループコーナーなので、これのね、フォーリーフと呼ばれる四つ葉のマークがデカールになかなかできなくてこれ苦しいんだな。ピンクの車両が1号車、ブルーの車両、水色の車両が2号車ですね。さあ行きましょう。予選で見事にフロントロー獲得は1人のうち2人が準決勝に進出します。さあ行きます。2、1、スタート。さあホームストレート、一気に回転数が上がっていく、そして速度も上がっていく。3台がきれいに並んで、まずは第1コーナー、入ってきました ね。3号車結構突っ込んでたな、でも意外と。ショートカットがいいもらいやすい3つのポイントはそこになりますね。おー、これは13秒14秒台出るんじゃないですか。3秒6縮めてきました。周南、会場 A はグランツーリスモ7、1回戦残り2試合いきたいと思います。秋元選手、川内選手、藤本選手いらっしゃいますか。はい、よろしくお願いします。藤本選手頑張れ。はい、では1号車秋元選手、2号車川内選手、3号車藤本選手、この3名です。今回4号車は使いません。4号車一旦退出かな。エントリー開始です。
すれば OK なんで。ああ、OK、分かりました。はい、1号車が秋元選手、画面向かって左側です。で、2号車川内選手、3号車藤本選手、迷彩色のが藤本選手ね。はい、OK。 ではシートポジションを決めていただいて、ヘッドホンを確認しましょう。 OK ですよ。はいよ。さあ、予選スタートです。フロンティアプレゼンツ2024山口 e スポーツフェス in 周南、準決勝をかけた1回戦第7レースの予選がスタートしました。2号車のターツ選手が交差してきました。はい、交差に2号車、青いボディです。ちょっとオーバーラン気味ですが、ここはタイムアタック。3号車の今日の選手が最後に、秋元選手は1号車、秋元選手です。予選はタイムアタックでスターティンググリッドが決まってきます。スタート順が決まってきます。スターティングポジションが決まってきます。まあ、ここまでは見てると速い選手で、1周2分11秒台、今のところ11秒台が最速ですね。まあ、目指すは、まあ、まずは13秒台を取ったら、うん、トップ2の予選にはいけそうですね。そうですね。さあ、アウトラップまもなく終了です。川内選手が予選のアタックを開始して、はい、いけそうですね。2号車、これはもう3台とも2周できると思います。はい、アウトラップもスムーズでしたね。はい、選手ポール。さあ、まもなくスタートです。予選1位の秋元選手ポール、スタート。さあ、スタートしました。すぐにスリップ、あ、でもスリップを受けて、決まってますね。ああ、そうですか。もう、あ、ついてこられたくないっていう意思表示。みんな綺麗に抜きましたね。はい、秋元、川内、藤本の各選手の順番。さあ、スラローム S 字コーナー、2位までが準決勝進出です。藤本選手を詰めていきたいですけどね。攻める気持ちが裏目に出るとダメですね。ダメですね。あの攻めすぎてサインになってしまったことも来ないんで、はい、さあ、難関テグナー、ワンツークリア。うん、3台ともノートラブルではあります。そうですね。3号車の藤本選手ですが、はい、なんとか見える場所でコースに残り続けて、そうですね、
上がりに狙えるような位置にやりたいです。藤本選手も、まあ、3周ありますんで、はい、焦りは気持ちなんですよね、はい、さあ逃げる秋元スプーン、ブレイキングのポイントも結構似てるか、みんなそうですね、レベル高いバッティングですね、はい、そうなってきますね、うん、まだまだスリップよく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 スリしてるぐらい、いや本当ですね、逃げようとして逃げ切れてないという感じの距離感ですね、はい、うん、鴨井選手をちょっと嫌ってる感じしますよね、はい、後ろ、はい、さあ試験員クリア、はい、スタートの時の距離感と変わらないぐらい、そうですね、少し藤本選手を、あー見て左に回った、はい、さあ試験カットでですね、川内選手ですね、はい、少しこれで秋元選手気持ち持てますね、はい、ペナルティーショーカップ入って、ね、勝手に払えるんで、はい、今でこそ 0.7 秒ぐらいでスケープは入ってますけど、うんうん、ああそうかそうか、離れますね、そこまで抜かれなきゃいいやっていう考え方ができますよね、はい、逆に川内選手は1回抜くぐらいの、そうですね、距離感にしとかないと、バーシュラーにつけっぱっていうのはできないですね、うん、藤本選手はもうちょっとペース上げないと、そうですね、2周目も中盤にかか差し掛かります、今セクター2、うん、まあ、例えばこれで7周、10周ってことになるとミスマッチもまだできるところですけど、短期決戦ですからね、いやでもここはほぼテーブルノーズ、テーブルノーズ続く、予選の差を考えたら、はい、川内選手めちゃくちゃ食らいついてると思います、ね、そうですね、ただまあ3番手が離れてきたところでこの1位2位が、まあ、あまり無理はしなくなるかもしれないですね、大きい攻めた、うん、攻めてると、ペナルティ消化ですかね、ミスストレートの中央で 0.5 メートル、うわ離れるな、やっぱりスッとちょっと離れるんですよね、 0.7 秒あった差が多分試験の到達するところで 1.5 秒くらいになるので、はい、あでもここのお客さんじゃあ頑張りました、うん頑張りましたね、そこまでの差じゃない感じですよね、まあ、スリップから剥がされたんで、うん、上回る発信しないと全てには戻れないです、ね、そうですね、ただ1秒、あでもスイープが嫌ってますね、うん、めちゃくちゃ嫌ってます、ね、今どうだろう、車両6台分くらい割るかな、差が、いやでも、うん、さっきの 0.7 秒くらいの差までもうちょっとまで詰まってきましたよ、はい、今 0.8、少し離れてきたか、そうですね、今1秒差、ね、はい、まあ、今日の鬼門の連打ですね、ね、まあ、しっかりブレイクして結構フロントダイブしましたね、 あそこのポイントコンプルマスター跳ねる気がするらしい、なるほど、マスター3だと、はい、あでも、コスペースで来てますね、はい、ペース上がってますよ、ヘアピンクリアして、そうですね、最終セクターカーツ選手の方が速かったので、早くね、そう、その分ね、12秒台って同じなんですけど、はい、ペナルティがあるわけに同じ12秒台なんで、本当ですね、まあこの2人の差はもう ほぼないと言っても過言ではないかもしれないですね、これは準決勝か、楽しみですね、2人とも同じ役に上がっていきますからね、ただこの週はですね、秋元選手滑ってますよ、滑ってますね、
秒台入るかどうかぐらい右ですね。秋元選手、まあ、コンマ5秒は今またラップ入るかな。ここで4秒、5秒、6秒、これはもう決まったでしょう。11秒台、12秒台ですね。うわー、12秒075、こちらも12秒1秒出してました。はい、2号車、川内選手。さあ、川内選手もね、あ、完走できるかな。あ、悪くなかったですよね。悪くなかったですけど、うん、不自由なかったですね。そうかもしれない。はい、お疲れ様でした。以上、1号車秋元選手、2号車川内選手、準決勝進出です。おめでとうございます。いやー、集中力がよく続いたね。はい、まあ、努力ミスですね。いや、みんなミスなかったけど、いや、12秒、11秒だけど、ね、今日の動画はここまでです。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、またね。